今日はですね、バリに来ておりますと言いたいところですが、大阪梅田のど真ん中にこのバリを模したレストランがあって、そこのテラスをお借りしております。ザ・シネマティックです。さて、今日ご紹介するのはだからといってバリ映画ではございません。日本の山奥の村の風景を映したドキュメンタリーをご紹介します。花の後先というタイトルです。さあ、まず予告編をご覧いただきましょう。結構咲いてないね。埼玉県秩父市吉田大田部奈良尾。こんにちは。こんにちは。すごい綺麗になったね。あ、そうか、うん、じゃあ今日いい日。今日はいい日じゃない。山あいの小さな集落、先祖代々の畑を守ってきた小林睦さん。あ、お茶が置いてるよ。お呼んなさい。後継者がいないから。おはようございます。あー、どうも花が咲くと何にも忘れるがね。みんな気量いっぱい咲いてくれるからかわいいよ。花を咲かせてふるさとを山に返したい。本当に山に戻すんだね。そう、山にも戻して消えゆく村への慈しみ、いつまでもこの村で暮らしたい。あ、来たで、親が来たで。人生なんてあっという間で、畑を守っているわけにはいかなくなったから、諦めないと自分が倒れる。でも本当は痛いんだ。これはふるさとに花を植え続けた夫婦と小さな村の物語。あの辺からずっと上に回ります。みんなに見てもらうってことは嬉しいよ。花の後先、むつばあさんの歩いた道。ご覧のようにですね、小林睦さんのまあ笑顔に癒される作品なんですけど、このコロナの緊急事態宣言の中で、まあ、皆さんもね、自分と向き合ったりとか、まあ、いろんなこう状況も変わったりして、考えることも変わったっていう方多いと思うんです。で、そういう方にこそ見ていただきたいこの作品なんですが、これはですね、奈良尾という小さな小さな村が舞台です。で、実はこの村はもう消滅してしまってないんです。というのも、もう住んでいる方がおられなくなりました。で、NHK がスペシャルドキュメンタリーとして、長い間18年にわたって追いかけてきたものを今回一本の映画にしたんです。で、この村はですね、山の急斜面にある村で、平成13年に NHK のスタッフが入った時は、平均年齢73歳、住んでいる人は、たったの9人。その中でこの小林睦さんと旦那さんがですね、ずっとこの山の斜面を切り開いて、田んぼでいろんなものを作ってきたんだけれども、若い人たちはもう町へ行ってしまって、もう いわば70歳を超えた人ばかり残っている。いつかこの田んぼをもう耕すことができなくなるということで、田んぼを少しずつ少しずつ山へ返すという作業をするにあたって、何をしたかというとね、一本ずつ花を植えるっていう作業をしたんです、田んぼに。で、しかもただ買ってきて植えるのではなくて、1年ぐらいかけて苗をお家で育てて、そして、山へ返すっていうことをしていって、もう年中花が咲き乱れる、そういった村に今なってるんですよ。で、このむつさんがですね、春はそういえば福寿草から始まるやろう、それから京竹桃が咲いて、紫陽花が咲いて、秋にはもみじが本当に彩り
よくこう山を埋め尽くすよみたいな話をされるそのモツさんの笑顔が本当にもうなんかね、あ、私の人生もう一回考え直そうって思うような笑顔だけでですよ、そう思わせるんですよ。で、山に、全てを返す、これは私コロナの時もすごい思いましたけど、なんていうかな、欲しい欲しいっていうんじゃなくって樽を知るっていうこと、そして私たちの命とか全てのものは山から借りていて、その自然から借りていて、それを最後にはちゃんと返していく、自分の命も自然に返していくっていう、そういう作業をムツさんはしてるんだなと思った時に、あ、自分自身もなんかこう自然の一部なんだなって思う、そんな作品でした。冒頭とねエンディングがねムツさんのね後ろ姿で始まって終わるんですよ。もうその後ろ姿が泣けるそんなドキュメンタリーなので、ぜひ